あと例の中はこんな風にぎゅうぎゅうに詰め込んできております。現在の気温が27度、 63% です。それでは皆さんこんにちは。こんにちは。今日は久々の、久々というか1年ぶりのキャンプに来ました。うん、どうでしょう。暑い。もう夏だもん。ちょっとね、もうすでにバテてるもんね。うん、まあ明日が立夏ということで、うん、夏の始まりですよ。はい。ね。まあ、立秋の1日前までが夏だったっけ。なんかさっき見たよね。って言ってたよね。うん。なんかそんな風なことを言ってた。暦上ではもう朝から夏の始まり。ああ。セミが鳴いてるもん。そう、すごいのよね。夏と冬どっちが好きですか？突然の質問。私は最近冬。だよね。うん、夏はきつくなってきたよね。うん、なんかだからほら暖冬でさ、年々暑くなってるじゃん。暑さのさ、度合いっていうか、暑さが変わってきてるからね。うん、どんどんしんどくなってきてますが、今日は久々のキャンプなので楽しんでいきたいと思います。はい、時刻はですね、2時前なんですけど、だいたい1時間ぐらい設営時間かかりました。うん、じゃあちょっとまだ時間的には早いんですけど、これがキャンプだと思うのでいただきたいと思います。乾杯。うまい、はい、うまい。あ、でもそれいいかもね。しっかり買ってきたよ。うん、幸せだね。幸せです。今日からちょっと新しい仲間を紹介したいと思うので、今カズさんが持ってきます。はい、この子とこの子です。じゃーん。じゃあこの新しいお友達を紹介していいですか？お願いします。こちらはですね、 DJI さんから発売されたポータブル電源になります。はい、あの有名な DJI さんですね。ありがとうございます。DJI 知ってますか？知らなかったです。まあ興味がないからね。うん、私は知らなかったですけど、風さんはもう全然知ってましたね。もうめちゃくちゃ知ってるんですけど、はい、まああのドローンでね、うん、有名かな。うん、カメラとか、うん、あとはマイク、うん、今つけてるマイク、まあ他社製なんですけど、うん、こういったマイクね。あとカメラもこの間あのビコさんにちょっとプレゼンしたやつあって、うん、あの ET みたいな上が動くカメラ、手ブレスのすごくいいやつ。が、あの新しく出て、もうそれが欲しくてね、うん、めっちゃプレゼンして怒られたんですけど、はい、もちろんです。まあ、本当にすごくいい商品を出されているメーカーさんになります。はい、まあ、その DJI さんからですね、うん、ポータブル電源2つあのご提供いただきまして紹介させていただくんですけど、はい、まずね、こっちが今ケースに入っています、うん、DJI パワー1000。いい素材じゃない。で、これ素材がいいわね。うん、ちょっと開けよう、うん、まずね、中身見えてないからさ。こっちはね、ケースがないみたいなんですよね。うん、こっちケースなくて、こっちはケースあるんですよね。うん、ケースの状態でも使えるようになってて。お、そうなの。うん、ここでほら、あ、ほんとだ。ここを開けて、ここでもそのまま。へー。で、両サイドにはあのファンがついてるんだけど、うん、ファンのところもちゃんと通気できるように、うん、吸気と排気とできるように、はい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 、このこういう風にね、できてます。後ろの方が横開いてます。で、ここはポッケもあって入れれて、ここはケーブル類を収納することができます。素材自体も魚釣りのバッグとかで使われそうなさ、うん、ちょっと防水あるかなというような素材になります。うん、まあかっこいいよね。うん、とっても。出します。よっこいしょ。はい、すごい子供が楽しそうに遊んでるわ。うん、本当にあんだけ揃えばそら楽しいよ。アブが来た、アブが。あ、オニヤンマ君出さないといけないんじゃん。持ってきた。持ってきてよ。
じゃあそれではですね、このポータブル電源パワー1000とパワー500ですね、紹介しようと思います。ちょっとあのカンペを見ながらですね、はい、紹介させていただきます。ゆうこさんはビールを飲みながら飲んでいただいて、はい、まあ、まずですね、先ほど DJI の、 あの紹介ちょっと軽くしたんですけど、うん、まあ、もう一回改めてしますと、ドローンですね。ドローンは世界シェアかどうか 70% ぐらい DJI の使ってるっていう感じだったかな、うん、でもさ、なぜさドローンがさ、その DJI が有名かって言ったらさ、一時期ドローンの免許を取りに行こうとしてたからでしょ。いや、一時期っていうか今もずっと言ってるんだけど、ドローンの免許はもう本当に取りたくて、うん、なんか興味があって。でドローンと船舶免許ね。うん、ドローンと船舶免許今ちょっとマイブーム、うん、ドローンに関してはこの間それこそ DJI でアバター2っていうドローンが出て、うん、すごいやつ出たんだって、うん、あの飛んでる映像をゴーグルに映しながら、あとこも自分が飛んでるかのように操縦して、あの飛行できるやつっていうのが出たんですよ、うん、それはドローンの免許がいらないんですよね。ああ、そうなんだ、うん、これめちゃくちゃ欲しくて、まあ、それはビーコさんには言ってないんだけど、うん、あの DJI のアプリがあって、でアプリをスマホにダウンロードすると、うん、あのアプリの中でドローンのアバター2飛行シミュレーションができるの、ゲーム感覚でね、うん、でなんかあのリングがあって、そのリングをドローンを操縦しながらこうくぐり抜けていくみたいな、でゲーム感覚できるんだって。それね、ドローンやったことない人でちょっとやってみた方がいい。めちゃくちゃ面白い。ああ、そうなんだ、うん、こんな感じなんだっていうのが分かる。ああ、そうなんだ、うん、もうゲームだから何度落としてもいいし、うんうん、確かにね、うん、ぶつけ本番じゃなくてさ、うん、めちゃめちゃもうそれだけでもなんなら面白い。うーん、まあ、ぜひね、ちょっと落としてね、うん、インストールしてやってみてください、はい、やってみてください、はい、興味のある方はね、うん、まあ、そういうね、あのドローンとか、まあ、先ほど言ったマイクとかね、うん、カメラとか、本当多岐にわたってですね、うん、めちゃくちゃ世界をね牽引しているメーカーさんなんですよね。で、そういういろんなものを作る中で、やっぱりバッテリーって絶対そのものの中に入れ込まないと動かないから、うん、バッテリー自体のノウハウめちゃくちゃ持ってて、うん、でその、あのノウハウをバッテリー単体に集結させたのが、まあ、今回のこのポータブル電源かなっていうイメージなんですよね。見てもわかる通りね、筐体ねめちゃくちゃかっこいいんですよ、うんうん、最初ね開封した時もすっごいかっこいいと思って、うん、でなんか素材もあのドローンチックな感じで、うん、でこっち側のあのパワー線に関しては何年素材でできてて、うん、燃えにくいらしいんですよね。でこの筐体自体も耐荷重が100キロまであって、うん、ここの上にまあ僕が立てます。ああ、そうなの、うん、なのめっちゃめちゃめちゃ頑丈なのこいつ。本当に耐荷重100キロあるんだって。まあ、100キロ未満だからね乗れるよね。まだ大丈夫、うん、まだ大丈夫だよ、ね、まだ大丈夫。すごいしっかり作り込まれてるんですよね、うん、あの初めてのポータブル電源とは思えないぐらいのクオリティです。で、ね、こっち側の DJ パワー線があの13キロ、うん、重さが、はい、でこちらが 7.3 キロ、うん、だから、まあ、用途とも分かれると思うんだけど、キャンプとかこの車中泊メインとかだと、まあ、若干大きい方、その防災も含めて、うん、あとそのカメラとかドローンとか、あとスマホとか、あの手軽に充電したいサブ的な立ち位置がこの500かなっていうイメージですね、うん、でも結構このサイズ私たち使うんですよね、うん、めちゃくちゃ使うね、うん、で、どちらもですね、リン酸鉄リチウムイオンになります、うん、で、セルのサイクル寿命が、4000サイクルで、70% 以上の容量を維持できるということで、まあ、こちらもまあ僕らよく言うんだけど、まあ、死ぬまで使えるシリーズのやつですよね、うん、でどちらの電源も、急速充電で70分で満充電できるんですよ。だめちゃくちゃ早いんですよ ね、うん、でどちらも50分で 80% まで充電できるから、まあ、ちょっとあの出かける前にスイッチ押してみて、うん、あ忘れてたと思ったらそこから刺しても、うん、なんとかギリギリ出かけるまではそれなりに充電できるかなっていう感じです。でね、騒音レベルなんですけど、あの本当にねめっちゃ静かなのよこの電源、充電してても本当に静かで、と思ったもんね最初。私がいる時してないよね、多分したかも。あ、じゃあ全然気にならないね、うん、今うちにあるのはコンセント入れてちょっと時間経ったらめっちゃウィーンってなるんだけど、うんね、うん、本当に回ってるか分かんない。あ、そうなんだ、うん、なんかファンが、結構大きいファンがついてて、うん、なんかね一般的なそのポタ電の発想とやっぱり違うんだよね、うん、あのドローンとかいろいろ作ってるから、うん、その冷却性能とかそういうの本当に考えられてて、うん、でかいファンがついてて
めちゃくちゃ静音です。どちらもね、あの C ポートがついてるんですけど、これ結構特徴的で、DJI パワー1000の方に関しては最大 140W であの充電することができます。で、140W ってね、結構あのでかいみたいで、 USB-C から、まあ、直で、16インチ MacBook Pro とか充電すると、122Wh とかの結構あの高出力で8回から9回ぐらい充電できるらしい。で、なんかあのアダプターとかアイナカに入ってないから、まあ、間に普通大きいアダプターとかがあって、そこからコンセントとかじゃん、そういうのがなくてもう直で電気がいくから、なんか充電効率がいいんだって。どちらともあのソーラー充電に対応してます。アダプターをつけることによって充電できるんですけど、ソーラー電力入力パワー線の方が 400W×2 で、あの 800W で充電することができます。で、こちらの方は 300W ですね、で充電できます。こっち側のパワー線はソーラー電力による最短充電時間が約 1.4 時間だから、かなり早いです。こちらは 1.8 時間、だからまあソーラーパネルもさ、結構あの日差しのこう向け加減でさ、全然違うよね、変わるじゃん、変わるよ ねコツがいるよね、コツがいる。あれはあれでだけど、入力されてるマット数を見ながら調整するの面白いんだけどさ、まあ、今日みたいに日差しが強い日なんかは多分めちゃくちゃ充電されると思う、一応共通するところはそんな感じかな。あとあの両方ともあの UPS ついてて、最近のポタねほとんどついてるのかな、割とついてるの多いと思うんですけど、あのコンセン家のコンセントをこれにつないでて、あの家電をあのこれから取ってて、停電をしたら、まあ、間髪入れずに、自動的に切り替わるよって、でこれも 0.02 秒で切り替わるみたいで、なんかめちゃくちゃ早いですよね。だからまあ日頃から家で使うことも可能ですよという感じですね、はい、じゃあそれでは照明の方見ていきましょう。ここ電源を押します。この音が可愛いよね、この音ドローンと同じ音なんだって。あ、そうなんだ、面白いよね。で切るとほら、ちょっと違うね、こちらが AC コンセントになります。2つですね、でこれを使うときは、まあ、ここを押せばつきます。低電力出力時の自動シャットダウンって言って両方ついてるらしいんですけど、1回入れるとあの、まあ、ゆっくりついたり消えたりを繰り返して、電力出力が30分間検出されないと自動的にシャットダウンするんだって。で、あとシャットダウンしないようにするにはこれを長押しして電源を入れるとシャットダウンしないみたい。本体からあの電力出力が1時間検出されない場合は本体もあのシャットダウンするらしい。その場合は長くしたい場合はそこも長い。いや、それは別に長くする必要ないんじゃない。別に1時間何も機械がつながってないか、充電完了で止まってる場合だから、ただ忘れただけっていうのでね。そうそう、最大出力電力が 2000W、 低角出力が 1800W で、ピーク出力電力が 4400W。 結構ね、いろんなの使えます。でピーク出力ってやつはあの瞬間的に電力が上がっても大丈夫なやつで、まあ、電子レンジとかドライヤーとかそういうのは、まあ、結構あの高出力のやつまでいけるよっていう感じですね。で次はあの USB ポートが USB-A が2つで 24W ですね。でこちらが USB-C が2つ、最大 140W のが2つっていう感じです。これがポータブル電源を充電するところの差し込みになります。下が 1200W と 600W、 急速充電と普通の充電とあの切り替えることができます。通常夜間のうちに充電する場合はこっちの 600W でいいみたい。なんか充電し忘れたとかっていう時にあのこっちの 1200 とかで充電すると、さっき言ったようにあの70分で満充電できるっていう、めちゃくちゃ早いやつです。あとこちらはですね、あの SDC っていうあのコネクタポートになるんですけど、拡張アクセサリーをいろいろつけるところになります。でうちがご提供いただいたのが車のシガーソケットからあのポタ電を充電する用のアダプターをつけてもらったんですけど、そういうのをここにつけることができます。でこちらがあのシガーソケットから充電するものになります。こっち車側ね。でこれをこっちに差してみていい、向こうにこういうふうに差すことができます。この車から DJI パワー線を充電する、まあ、充電時間は結構かかるみたい。やっぱり容量が大きいから、ね、まあ、そりゃそうだよね、
まあ、ただ移動中とかさ、車中泊とかどっか旅行とか行くときは動いてる移動の時もさ、もうちょっとこう効率よく使いたいじゃん。そうだね。だからながら充電みたいな感じで考えてもらえばいいんじゃないかな、うん、こちらの SDC からですね、ドローンも充電できるんですけど、 Mavic 3シリーズで言うと 0% から 100% まで充電するのにかかる時間が58分、 10% から 95% まで充電するのが32分、最大充電電力が 150W、 めちゃくちゃ早いですね。はい、お次はですね、 DJI パワー500の紹介しようと思うんですけど、電源を入れます。まあ、電源を入れた音は同じだね。でこちらも、AC コンセントが2つついてます。こちらはですね、最大連続出力電力が 1000W、 定格出力電力が 800W、 ピーク出力電力が 1300W になります。まあ、若干やっぱりあの小ぶりな感じだね。まあ、ガツガツドライヤーとか使ったりとか、まあ、使えないことはないけど、ガツガツ使うっていうのとはまたちょっと違うかなっていう印象ですね。でも使い勝手は一番いいようです。まあコンパクトは強いよね。強いよね。でこちらもここは同じです。一回押すのと、今切りました、長押しするのでちょっと意味合いが変わってくるよってやつですね。だから、まあ、勝手にコンセントの電源を切られたくないんだったら長押しでやっちゃってください。でお次はですね、ここあの USB ポートがあるんですけど、まず下の方から A ポートですね、 24W で、上の方が C ポートで、こちらの方ちょっとまた特殊で、こちらのですね USB-C ポートは出力もできて入力もできるんですよね。で、片方ね最大 100W、 なんかマックス 200W で充電することができます。200W で充電した時に満充電までかかる時間がパワー500は3時間になります。まあ、ただその時あのその充電ケーブルが PD3.0 対応のもの、なんか急速充電対応のもののケーブルを使った場合にっていうことですね。であとね SDC ポート1個ついてるんですけど、先ほど の、 あの車からシガソケットを使って充電できるよって言ったケーブルあったと思うんですけど、それを使って充電した場合、あのこの500は満充電まで6時間、なんかやっぱり小さい分だけちょっと早めに充電できます。なんかこの間さ、あの長崎行ったんだけど、あっちに着くまでも5時間は走ってるわけだよ。だから別に満充電ならんくてもさ、そこそこ半分ぐらい充電とかってなったら結構いいよね、どうせ走るんだからさ。そうそうだよね。うん、で下があのポータブル電源を充電するところのポートになります。でここはですね、この中に 540W と 270W の、 あの急速と普通の充電の切り替えができます。でこちらも急速充電の場合はあの70分満充電できるまで、なんか一緒ですね。うん、っていう感じです。はい、それでは DJI パワー500の方を今 80%? 85%今 85% の状態なので、これを満充電しまして 100% にしてからいろいろ使ってみよう、使ってみたいと思います。うん、まあ、充電した時の音がさどんな感じか、うん、今結構風が強いから、うん、聞こえるかな聞こえないかな、静かなのかね。うん、試してみよう。はい、それではじゃあ充電しようと思います。ここを開けて、今急速になってるよね、540側に。で刺します。いいですか。どうぞ。はい、今つなぎました、はい、カチャって言った。どう、あ、はいはい、ちょっとずつ上がってる、ね、上がっていってる。インプットが聞こえる。あ、ちょっと聞こえる、うん、でしょうっていうのが、あ、こっちだ別なやつダメじゃん、それ拾うよ多分。いや拾わないかも。拾わない。うん、今何ワット？今618620。つうか静かすぎて、いや全然聞こえないわ。じゃあ何も音しないよ。本当だ、全然聞こえない。これからは、あ、一応回ってる。へえ。ゆっくりちゃんと充電されてるよ今。でしょう、うん。今何パー？今、うん、80、え、最初何だったっけ？ 86 85。 あ、じゃあ87。うん、あ、はいはいはい、すげえ。と今の入力電力で充電するとここに書いてあるんですけど、まあ、約11分で満充電になります。早いですね。早いね。
早い早い。はい、ビーコさんは我慢できないということでお酒のあてを作り始めました。もうね、お昼ご飯食べてないんでこのまま飲み続けたら悪酔いしてしまいます。これアルヒコだからね、うん、2,4,6,7。カズさんも食べる？うん。あ刺した、うん、一瞬で刺したね食べないつもりで作ってんだって。せっかくビールのあてが来たんで、はい油がこぼれそうで怖いさらこうする、もうちょっと保留して、うん、今になる。やっと食べ物が胃に入った。 100% まであと1分約。今 97%。おー、乾いた。あ、やっぱりほら、あ、本当だ。はい、100% になりました。めっちゃ静かねえ、うん、何の音もしなかったよ、はい、てかもうセミの音がすごすぎるのか確かにそっちかな、うん、一切起こしてなかったね、うん、耳近づけてもだって音しなかったもん、うん、アルファ6600がですね、もう電池がありませんので充電しようと思います。撮影しながらの充電ですね。神々です、相変わらず。今日も絶好調さっきオリーブオイルのもの食べたんだけどね、まだ滑りは良くなってるはずなんだけどね、うん、まだ夜の肉でさ、ちょっと脂身で滑りもちょっと良くなると思うんだよねそれは片方だけじゃないもんね、うん、夫婦ともにだもんね、うん、神々です。はい、ですね、今カメラを充電してるんですけど、アウトプットはですね 4W になります。で、先ほどですねポータブル電源のこの充電ケーブルを挿したままだったので、多分パススルー充電みたいな感じになってて、ポータブル電源の容量は減らずに充電されてたので、あ、今だから充電、ポータブル電源のこの充電ケーブルを抜きました、うん、で、このアウトプットの 4W だとここに書いてあるんだけど、あと18時間使えますよという感じですね。 Apple Watch をこの間結婚記念で買ったんですけど、はい、20周年になりましたね、うん、20周年記念で購入しまして、で、僕の Apple Watch がですね今 55% です。ちょっとこれも充電してみようかな。え、どこで見てんのそれ？文字盤で出るの。おー、見れるようにしてんだ。そう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 、まだ文字盤入れてないでしょ。うん、入れてない。これはこの C ポートに挿します、うん、それでピント合ってる、うん、ちょっとずれてるけど、こんな感じでパチッと、はい、これは上に置いとこうかな。こんな感じで、うん、寒くなってきた。うん、ちょっとオイルランタンをつけよう、うん、ついた、すぐついたね。あららら、炎がこうなってる。
ほど接続した冷蔵庫が、コンプレッサーが回り始めて、今アウトプットがですね 49W、50W で、残りが 88%、まあ、さっきあのアップルウォッチを充電して、うん、90数%だったんですけど、今この消費電力だと6時間も持ちますね。じゃーん、カキです。じゃあ今夜の晩餐会を始めようか。うん、醤油は後で入れんの？醤油は後ででしょ。火力の調整がちょっとシビアだね。これはちょっと怖いな。こっちから乗せようかな。うん、あ、これならいける。加減難しい。冷蔵庫と炊飯器を2つ回してアウトプットが215。とりあえずちょっとぐつぐつなったからその場で入れていい。うわ、うまそう。こうしたらいいね。微妙な火加減ができますよ。プリじゃん。走る？うん。走っちゃうよね、もちろんね。そうね。そっち一旦下ろそっか。うん。うん、そこでも。お、すげえグツグツ言ってる。おいしい。うん。うん。めっちゃ。そうそう。うん。おいしい。ああ、あ、あるよ。全然ある。めちゃめちゃおいしいから。あ、入れすぎた。ちょっといっぱいいっぱいするね。うーわ、おいしそう。うん。うまっ。おいしい。おいしい。あと3分から。あ、いいね。はい、今ご飯炊きを終わって、残りが 62% です。今冷蔵庫も回ってないね。なんかゼロになってます。うん、緩めであり、あ、いい感じじゃない。いや、2000枚ちょっと水少なめだったね。あ、そうなの。うん、濡れた。あ、ちょうど今火力的に、うん、ちょうどいいね。たっぷりめで。この間と比べてどう？そんな感じの味。うん。ね。うん。今日のメインディッシュ、焼肉です。これ半額で買ってて冷凍してました。ぼちぼち。あまりぼちぼち食べるっていう食べ方しないもんね。うん、
せっかくの焼肉なのにちょっと申し訳ないご飯になっちゃいましたが、それつもあるけど食べる、うん、千切りがいい、このままがいい、このままがいい、あんまやつ削ると硬くなっちゃうから、うん、ある程度でも食べる、硬くなるね、うん、うわー、うまそう、パサパサパサ、うん、はい、ですね、ただいまの時刻7時30分になりました。DJI パワー500がですね、残りが 51%。まあ、今は冷蔵庫回ってないね。うん。冷蔵庫は回ったり回らなかったりなんですけど、結構持ってるね。うん、持ってる。だいぶ暗くなってきたので、ちょっとね、ワークライトをつけてみようと思います。よいしょ。で、スイッチをつけます。せーの、はいはい、ついたー。めっちゃ明るい。消費電力は 64W。 あ、今のままだとあと3時間は使えるよって感じですね。なんかママつけとこうか、風向き変わったね。うん、全部こっち来る。じゃあ、まあ、ちょっと早いんですけど、うん、ちょっと今日疲れちゃったので、はい、まあ、それぞれ自由時間にしたいと思います、ね、ただいまの時刻は8時12分、うん、まあ、いい時間だよね。すでに私は眠たいから、結構早めから飲んでるからね。ゴロゴロしながら、うん、そうだね、ネットフリックスタイム、ネットフリックスタイムしたいと思います。至福の時間だね、うん、ね、はい、今日昼過ぎらへんから使い続けている DJI パワー500なんですけど、今ね、消費電力は 42W、 残り 41%、うん、このまま使い続けると、まあ、あと3時間ぐらいはそのまま回せるよっていう感じで、なんかまあ半日ぐらいとか、デイキャンプ的な感じだと、うん、おそらくこの、パワー500で足りるのかなっていう感じですね、うん、だから日頃ちょっと車で出かける時とかに持ち運びにいいよね。そうそうそう、だから僕らなんか、まあ、それなりにちょっと、まあ、コストコとか遠出することが多くて、うん、で夏場はポータブル冷蔵庫を車に積んで、うん、飲み物なんかをまとめて入れて、うん、安くで買ってね。そう、安くで買って、まあ、いろんなところでちょこちょこ買わなくていいように、うん、っていうのをしたりするので、そういうのにはまあすごくいいよね、うん、まだそれ以上ってなると容量的に厳しいものがあるから、うん、まあ、それよりまだもうちょっとこうヘビーな使い方をするんだったら大きい方がいいのかなという感じです ね、うん、ね、だからまああえてちっちゃいのでどこまでできるのかなっていうのを試してみたっていう状況です。明日はですね、大きい方 のパワー線の方を使ってみようかなと思います。で、まあ、いろいろね、朝食作ったり、うん、でも朝だけだけど、ね、うん、そうだね、でも朝使ったらもう買えるので、うん、です、はい、はい、それでは。
おやすみなさーい、はい、おやすみなさーい。冷蔵庫と炊飯器2つで 220W 消費してます。電気ケトルは結構やっぱり電気を食いますね。で残りが 74%、 消費電力が42。さあ今日はどうでしょう。やっぱりやばいな。ちょっと水を少なめにしたけど難しい。よし、じゃあ私が最近よく食べてる朝ごはんを作っていこうと思います。作ると言っても乗っけるだけなんですけどね。ご飯にこのちりめんじゃこをかけます。たっぷりのネギを入れます。卵を結構ボリュームありそうだね。うん、まだもうちょっと追いネギをするから。でもほとんど入ってないわ。いただきます。いただきます。
私のパワーをチャレンジしたいと思います。あ、消費電力そんなにないね。50ワットぐらいしかいかない。バナナスムージーできました。今現在 DJI パワー線につないであるのは、スムージーと冷蔵庫と Apple Watch とスマートフォンがつないであります。スムージーは使ってません。はい、乾杯。ペンドルトンと普通のマグカップ、こっちもまあペンドルトンマグカップなんだけど、この大きさだいぶ違いませんか。これコストコで買ったんですけど最近はこれをずっと家でも使ってます。もう一杯だけコーヒー飲んで撤収します。7時47分。トノさん、アップローチのタッチの仕方強すぎね。え、どんなすんの？みんなどんなすんの？ゆっくりちゃんと触ればね、勢い良すぎるでしょ、それ。すごい。まだ8時もなってないじゃん。うん。もうコーヒー飲み終わった。まだ。飲み終わったら撤収。いや、もう途中で撤収していいよ。飲みながら撤収するから。飲みながら撤収。もうちょっとゆっくりしようよ。Pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.